じゃあ今日は一人です。豊さん、はい、大変なニュースが飛び込んできましたね。はいはい、まあ、藤波な、はい、まあ、コロナの疑いがある、まあ、検査をしておそらくコロナに感染してるかなという、はい、まあ、症状が匂いがない、味覚がない、まあ、そうなって咳き込んでる、まあ、そうなってくると今までのさ検査の結果とか、まあ、他の人のね症状からすると、まあ、これはもうかかってるかなという、完全にかかってるんですね、まあ、そうだね、はい、そうなってくると、うん、球界は大変なことになると思うんですけど、まあ、大変だよね。4月24日、はい、開幕を開幕として、まあ、準備だけは進めなきゃいけないとは思うけど、これはやっぱりちょっと難しくなってきてるよね、うん、で、まあ、政府の発表とか都の発表だとかいろいろ見てるともう曖昧ないい加減さがもう露呈してるね、まあ、例えばあのオリンピックが1年延期になった途端に感染者数がいきなり増えたりだとか、まあ、やっぱもう正直に報道した方がいいよね。これやっぱ結構な数が蔓延してると思うし、このままほっとくともう本当にもうパニック状態になると思うよ世の中が。だから野球界も、まあ、例えばその練習試合をやって開幕に備えてるけど、もうちょっと先延ばしにして一回チームを解散した方がいいよね、コロナが多少収まるまで。これなぜかというとさ、やっぱ目標もないものに対しての気持ちって向かえないよ。でモチベーションももう練習試合ばっかりじゃもう持たない。そしたら自主トレでいいから1週間なり2週間なりやっぱチームを離れてやっぱ静養に当たった方がいいよ、気持ちの整理も含めて。じゃないとやっぱこれ持たない。昨日原監督がそういったことを、はい、発言されてましたけども、豊さんも同じで、いやもう大賛成だね、うん、練習試合でも移動したりとかするじゃない、その移動がリスクだもんね、もう、うん、もうそうなってくるとやっぱもう恐怖の中でなんで準備しなきゃいけないかっていうことだよ。阪神の球団自体が、はいはい、このコロナ対策というところで、うん、各球団は外出禁止とかをやっていたんですけども、うん、阪神はしてなかったと。うん、してないのももし一人が集団におるときにかかってしまうと余計広がるっていう可能性もあるかなというところで、はい、阪神は対策を取ってなかった。まあ阪神対策を取ってなかったっていうけどさ、何が正しいかっていうのが分からないよねこれは、うん、ただやっぱ気持ち的にはよ、それは何がどっちが正しいかっては分からないけど、俺の判断では無駄な外出はするなと。だって遠征先でも球団がちゃんと料理を用意してるわけだから、食事とか、まあ、外出っていうのはさ極力避けた方が良かったなっていうふうには思うよね。だから感染経路がさ、まあ、藤波の場合は分かってないでしょ、まだどこでどうなってどうなったかっていうのは。外出したから移ってるのか、それとももう大阪にいた時から移ってるのか、それはもう分かんないからさ、何が正しいとは言えないけど、まあ無駄なことはもう今もう避けるという、リスクがあることは避けるということだよね。ただまあ阪神の球団自体も、うん、もう数名の者が同じような症状が出ていると、うん、味がしないっていうあの選手もいるみたいなんですけども、うん、だからもうこれ試合にならないよね。だからこれからもう本当に球界でもポコポコっと出てくると、それは開幕どころの騒ぎじゃなくなるよ。やっぱり命に関わることだから、だからここら辺はやっぱもう慎重に対応したりだとかした方がいいよね。東京だって外出禁止令が出る可能性だってあるし、そしたら店っていうのはもうゴーストタウンになるよね多分。そんな時に開幕だって準備はしなきゃいけないけど、そういうことをやっぱ考えられるかどうかっていうとさ、やっぱちょっと考えにくいよね。だからここら辺はやっぱこう慎重に対応した方がいいと思うよね。もしこの豊さんなら、はい、今球界にこれ数名出ました、はい、その時にも各球団のやっぱり検査をさせるべきなのか、全員検査っていうのはさ、それは難しいと思うし、時間もかかるしお金もかかるしさ、まあそれは必要なことだと思ってもなかなかこう難しいよね。疑わしきはやっぱ検査はした方がいいよ絶対に。じゃないともう収まりがつかないし、世界の問題になってるわけじゃない、プロ野球だけの問題になってるわけじゃないから、だからここら辺はやっぱもう慎重に、疑わしきはもう検査に行く。通常もうちゃんとした生活を送れてる人は別にいいと思うけど、だからここら辺はやっぱ難しいよね、はい、もう今野球界のファンがもうとにかく驚いてると思うんですけども、まあ、驚いてるけどファンの人もやっぱ生活が大変だと思うんだよ今。生活する、移動する、食料を確保する、これもう大変なことになってるから、やっぱ野球っていうのは娯楽の部分じゃない。だからそこら辺はやっぱもう我慢していただいて、しっかりした形でできるようにしないともうプロ野球にならないよねこれ。
今でもプロ野球の球団の経営という部分で考えていくと、これが中止になったりとか試合ができない、観客を入れることができないってなってくると球団自体の経営が傾くと思うんです。あ、それはもう傾くっていうか、もう大変な負債を抱えるようになるよね。これは人件費だよね、結局ね。まあ、そうなってくると、まあ、選手会と話し合って何パーセントとかね、まあ、20% とか 20% 給料カットしてくれないかっていうような、まあ、考えもあるけども、ただやっぱこう事業主で契約してる以上やっぱ払わなきゃいけないもんね、これね。だから相当やっぱ球団も苦しいと思うよ。苦しいけど世の中の人たちがみんなが苦しんでるから今、だからそういうことを考えると、もうここで踏ん張りどころだからさ、弱音を吐かないでやっぱやってほしいと思うけどね。豊さんがじゃあ現役の時に同じ現状が起こったら、うん、当球団それから NPB に要望を持っていきますか。まあでもさ、これ世界的なことだから、その対球団に持っていくというよりもやっぱ国がどう動くかってい う, もう考え方になってきてるよね。だから、死んでる人もたくさんいるしさ、だからそういう人たちのことを考えるとさ、今野球っていうことだけじゃなくて、やっぱこれを収束させるようにみんなで協力し合っていくしかないというね。藤波さん、はい、あの藤波選手が、うん、一見、まあ、報道の仕方によっては藤波選手が悪いみたいな、まあ、悪くはないよね。もう被害者だから、はい、これはもうかかったらしょうがない、うん、これ見えない敵と戦ってるわけだから、はいはい、まあ、被害者ということでもうみんなで守ってあげるようにしていかないとね、うん、いけないし、はい、まあ、ただその報道とかでさ、はい、花見とか今まあシーズンだよね、はい、でそれを楽しみにしてた人もたくさんいると思うけど、はい、やっぱそういう下でお酒を飲んだりだとか、そういうのももう少しちょっと自覚をしてほしいなっていう、うん、またその食べ歩きだとかさ、はい、そういうことも映ってたけど、やっぱ見えない菌がうじょうじょしてるわけだから、はい、だからそこら辺はね、少しね、自重するような形を取ってもらった方がやっぱいいよね。一見このニュースとかでは、はい、こう外だと安心だとか公園だと大丈夫とか、うん、外に出ることだったら大丈夫だよみたいな報道もされました。でさらにその外出は控えろとか、うん、こう少しこうどっちが正しいのとかってなってきてると思うんですけど、だまあ人混みを避けろということだよね、はい、それとやっぱもう部屋に家に帰ったら手洗いうがい、はい、これは入念にやった方がいいだろうし、うん、だからまあそこら辺で気をつけるとか、うん、まあ、そういうことをしてほしいということなんだろうけど、もうそのぐらいの対策しかないんだよね、うん、だから人混みは避け、花見もちょっと自重し食べ歩きはしないというように、まあ、ただその藤波がね第一号ってなったとしても、さっきも言ったように被害者だということと、あとはやっぱ各球団もなんか第一号って嫌じゃない、はい、そうですよね、怪我人だからいる人は、かかってる人はいるかもわからないけど、はい、それはもう正々堂々とね、はい、被害者ということで発表してほしいよね。まあない方がいいんだけど、もちろんないに越したことはないんだけど、そういう時はやっぱ発表してもう安全を本当の確保する、まあ、そういった形で、まあ、やっていってほしいなというふうに思うよね。まあ、隠蔽が一番良くないから、そうですね、あだからどっかの国で隠蔽してたでしょ、はい、してましたね。で隠蔽してて、はい、それが感染ルートになって拡大しちゃったっていうこともあるし、はい、だからやっぱもうなった人は被害者ということで、はい、やっぱもう堂々と発表してもらった方がいいよね。そうしますとこう被害者をもっと救うという対策っていうか、うん、そういう風潮していかなかったまあそうだね、はい、まあ、まあその救うっていうこともさ、はい、まあ、手立てがない、はい、もう看病、うん、治療、まあ、治療も特効薬はないし、はい、それはなかなか難しいと思うけど、まあ、そういうことをやっぱこうみんなで守るというか、はい、でみんなで感染しないように努力をする、はい、もうそれしかないよね。もうなんか国の力を試されてるというか、なんかそんな感じがしてならないよ。だから球団に持っていく、お金のことで持っていく、もうここら辺はもうナンセンスだよね。もうそんな小さいこと言ってる場合じゃないよね。今はそのお金とかじゃなくて、まず自分の身の安全を確保する、もう身を守らなきゃいけないし、やっぱこう周りも含めて感染しないようにしなきゃいけないし、だからそういうところだよね今もうみんなが思考は。だから野球とかサッカーとか、まあ、いろんなスポーツあるけども、もうみんな今停止してる状態で、だからもうみんな足を揃えてもう協力していくしかない。その中で知事たちがね、違うことを県で言ったりだとか、会見の時に人を集めんなっつってんのに
集めてたりだとか、どうしてんのかなと思って、何を考えてんのかなと思って、ちょっとそこら辺に怒りはあるね。もうちょっとやり方ってあるでしょみたいな会見なんだ。そうですね、そんな人集めなくたって。だからもうそこら辺がこうちょっとナンセンスだな。だからこれから、あの野球界に広がらないように、とりあえず集団っていうのはやめて、ちょっと解散をして少し様子を見て、練習するものはやっぱり自主トレとかね、もう少人数でやるとか、誘い合ってやるとか。だからチームで動くっていうのは今すごくリスクが高いから、気持ちもだいぶ落ちてると思うよ。だっていつ開幕って決めてそこに調整していくんだったら目標はできるけど、24日も疑いがある、その先はいつなんだろうとか、そういう不安のもとで練習試合をやってたって、チームで動いてたって何の意味もないよ。もうそうなったら一旦解散して自主トレして、調整しとくというように、やっぱそういう風な準備をしといた方がいいと思うよね、9回もの、はい、最後にあの見ていただいているファンの方に、野球ができないってなってくるとまだショックを受けられる。そうだよね、野球ファンはねもう首を長くして待ってると思うんだけど、みんなで協力するしかないし、みんなで収束に向かうように努力するしかない。だから皆さんもね、もう本当感染しないようにしてもらいたいと思います。僕も気をつけますね。もう少しお待ちください。で、感染している人たちは早く良くなることを期待してます。